あのテーマ曲を作ってくれてるね、あのテーマ曲を作ってくれた古城さんのレコーディングをちょっとやった時に、あのテーマ曲もじゃあ生に差し替えてみようって撮ったわけですよ。で普通の感じで撮るのと、跳ねたのやつで撮るのと、で重く撮ってみようって、で3種類撮ったんやけど、まあ、結構面白いから上物もちょっと変えてみようって、ギターとかだからいろいろ撮り直したんですよ。3バージョン2分ぐらいの動画なので、はい、ちょっと見ていただきます。生？これは生、これ普通バージョン、そうそうそう。重くしてみます。重いドラム、ドラムが重くしてこの3つのうち、まあ、適当にいろいろラストがいいの。あ、本当によかった。滑ったなと思った回はこの音楽でごまかしたそうで、いや、なんかもうこれはもう爆笑だったのはもうミディでいい。ミディのつまむやつでちょっと滑ったなぐらいの、ちょっと滑ったなは音楽でごまかせこれくらいがいいと思う。了解です。と思いません。あ、じゃあ上手しましょう。いや、跳ねるのは、うん、跳ねるの通常跳ねるのは通常でね、うん、でもね、こちら側もそうしようと思ってて、なんやねんそれも、うん、え、滑った時にこの跳ねるそれはね、そこまで考えてなかったけど、跳ねてて こっちは重いのは別におまけでやってもらっただけだから、もうね、かっけそういうなら、ちょっと滑った時はこっち、滑った時はもう本当に面白くないなみたいな俺に面白くない時はない、俺に面白くない時はない。